来年、ヒカルさんと朝倉未来さんの企業リアリティショー、ノンタイトルへの応募を決意している大学生なんですが、オーディションでこいつ面白いな、ちげえなと思ってもらえるには、どのように自分を見せていけばいいと思いますか。精一杯考えて臨もうと思うのですが、ぜひ武井さんのご意見をお聞きしたいです。まあ、俺の意見を聞いてる時点でもう面白いとは思われないだろうな。うん。俺の意見を聞いて、それをやってみようとか思ってる時点でもう、ヒカルくんもミクルくんも、うん、つまんないなって思うんじゃないかなと思うよ。うん。だからなんか俺が思う方法をどうこうとかっていうよりも、そうだね。もし彼らが、はあ、面白いなって思うとしたら、本当に面白い人だ時で、本当に、ああ、すごい能力とかを持ってるな、すごい知識を持ってるな、この人。すごいビジョンを持ってるなとか、すごい人生を送ってきてるなとか、なんかそう、本当に、うん、気になる人であるかどうかじゃない？だからなんかそれをうまくアピールしようとか思ってる人たちは彼らには俺は通用しないと思うけどね。うん。と思うけどな。うん。そんな感じじゃねえかな。起業させるんでしょ？だって。お金出してくれんのかな？彼らが。ほんで起業させんの？俺わかんないけど、その企画を知らねえからわかんないけど。そんなんだったら、かもめちゃめちゃ信頼できるか。もう、いや、この人にだったら本当俺1000万出してもいいわ、つって。なんかビジネス任したいわ、と思ってもらえるこの究極の誠実さをこう、アピールするとか。なんかそういうことになっちゃうんじゃないかな。頑張ってくれ。頑張ってくれよ。